ポリティカルコレクトネス邪悪な言論警察共産国家は言論と思想を厳しく統制する一方欧米では1980年代から違った形の言論統制が始まった言論警察はポリティカルコレクトネスをスローガンに掲げメディア社会 教育を監視し大衆を巻き込んで言論と思想統制を行う多くの市民は邪悪な圧力を感じているがそのイデオロギーの本質を分かっていないポリティカルコレクトネス進歩団結などは共産党が長く使用してきた言葉である表面的には女性や障害者を含む社会的少数派に対する差別用語をなくすためである例えば 黒人はアフリカ系アメリカ人と呼ばなければならずインディアンはネイティブアメリカンまた不法移民は書類がない労働者などであるしかしポリティカルコレクトネスの裏の目的は個人を被害者ごとに分類することであるつまり最も差別されている人たちが最も尊敬を受け低調に扱われることになる その人物の行為や才能にかかわらず人はこの分類によってアイデンティティが決定されるこれがアイデンティティ政治と呼ばれるゆえんであるこのタイプの思考はアメリカや欧米諸国で大変人気があるこの論理で人種性別性的思考などから判断すると黒人レズビアンが差別被害者のトップに立つだろう 反対に最も優遇されてきた異性を好む白人男性は被差別政治の論理で見ると最下位にランクされるのだこのタイプの分類は共産主義国で行われてきたことと全く同じである人々は革命前の出自によって公語類国語類に分類された中国共産党は地主や不能を階級の敵として糾弾し 知識層を超裏を自由と侮別した彼らは「非戦なるものは最も賢く高貴なるものは最も愚かしい」と謳った複雑な歴史や個人の社会的背景からあるグループが低い社会層に属することがあるがそれを単純に抑圧と断定することはできない しかしポリティカルコレクトネスは人々の思想に極端な境界線を引くポリティカルコレクトネスの主張に賛同する人が道徳的で賛同しない人は人種差別性差別同性愛憲惚症反イスラム主義などである自由な表現を謳歌すべき大学はすでに思考の監獄となっている 学問の世界はすでに政治経済文化の問題をオープンに議論できる場ではないポリティカル・コレクトネスの名のもと一部の団体は伝統的な宗教を公共の場から追放しようとしているさらに一部の国ではヘイトスピーチの概念を拡大して法に適用し学校メディアインターネット企業に遵守することを強要している これれは、共産国家に見られるる言言論弾圧への一歩を踏み出したと言えるだろう2016年の大統領選の後、アメリカはさらに分断された大都市各地で抗議デモが起こり言論の自由が脅かされる事態となった2017年9月保守系政治解説者のベンシャピロはカリフォルニア大学バークレー校での講演を予定していたがアンティファの脅迫があった バークレー警察は3つの警察ヘリコプターを派遣しセキュリティ費用はおよそ60万ドルに上った現場にいたリポーターがアメリカ憲法修正第1条はどうなったのでしょうかとマイクを向けるとある学生はもはや適用しないと答えた皮肉にも言論の自由を訴えた1964年の学生運動はここバークレー校で行われたのである 今日、左翼は言論の権利を利用して、個人が合法的に意見を表明する場を奪っているのである。2017年3月、アメリカの社会科学者チャールズ・マレーは、バーモント州にあるミドルベリー大学で演説する予定だった。彼はそこで暴行を受け、そばにいた教授も怪我を負った。2018年3月、ペンシルベニア大学、ロースクール教授のエイミー・ワックスは、 ポリティカル・インコレクトという文章を発表したことを咎められ、一部の授業から外された。ヘイトスピーチに反対する一部の団体は、一般の保守系グループにヘイトグループというレッテルを貼る。また保守系の著者や学者がイベントに参加するときの脅迫事件が後を絶たない。言論の自由に対する左翼の妨害は、異なる意見を持つ人々の健全な議論ではない。実際には 共産主義の邪霊が横島な人間を操り真実を隠し高潔なあるいは普通の意見を抑圧しているのであるポリティカルコレクトネストはつまり歪んだ政治や道徳基準を高潔な基準にすり替えることであるこれが邪悪な言論警察の正体である ヨーロッパに広がる社会主義社会主義インターナショナルは1889年にエンゲルスが設立した第2インターナショナルから生まれ成長した第2インターナショナルの設立当時世界にはマルクス主義に基づく政党が100以上存在した そのうち66の政党はそれぞれの国で与党となり社会主義を掲げた社会主義インターナショナルという名前は戦後の1951年に生まれ世界の社会民主党を構成した第二インターナショナルから派生した社会党は欧州各地に存在しそのうちの一部は与党となった レーニンは初期の社会主義者で暴力と革命を掲げカウツキーとベルンシュタインは進歩的な改革を推進した社会主義インターナショナルにとって社会民主も民主社会も同じであり両方とも資本主義にとって変わる新しい社会主義を提唱する近年 社会主義インターナショナルは160の団体とメンバーを擁する世界最大の政治団体となった欧州議会で活発な欧州社会党は社会主義インターナショナルの同盟組織であるこのメンバーは EU や周辺国家の社会民主党であるそれは1992年に設立された欧州議会の政党でありメンバーは欧州議会 欧州委員会、欧州理事会など、ヨーロッパの組織の大多数を含む。現在、欧州社会党は EU やノルウェーなど、25カ国から32のメンバーを要し、さらに8つの巡回員や5つのオブザーバーを含めると、全部で45の政党からなる。彼らは幅広い活動を行っている。 欧州社会党によれば彼らの主な目的は社会主義および社会民主運動をヨーロッパ中に広げ他の政党や議員メンバーたちとの交流を図ることである実際に彼らは社会主義の信条を活発に推進しているスウェーデンの与党である社会民主党は公にマルクス主義を指導的理論に据えている 同党の指導のもとスウェーデンは何十年にもわたって平等や福祉といった社会主義イデオロギーを推進してきた同党オフィスの広間にはマルクスとエンゲルスの肖像画が掲げられているイギリス労働党の基本理念はファビアン社会主義である先の章で述べたがファビアン社会主義はマルクス主義の改訂版であり社会主義から共産主義へ緩やかに進むことを信条とし 重税と手厚い福祉を主張するイギリスでは労働党が何度も政権を取りファビアン的な社会主義政策を推し進めてきたイギリス共産党も活発であり機関紙「ザ・モーニングスター」を発行している同党は1920年に設立され最盛期にはメンバーを下院に当選させたこともある。 最近の選挙でイギリス共産党は突然与党だった労働党の左派政治家を支援すると発表した労働党の主要メンバーは資産の国有化と社会主義の実現のために40年を費やした人物である2015年9月彼は圧倒的な人気で労働党の党首となった BBC レポーターがマルクスについての見解を問うと、彼はマルクスを偉大な経済学者であると称賛し、我々は彼から多くを学ぶことができるだろうと述べた。フランスの社会党は、フランスにおける最大の中道左派政党であり、社会主義インターナショナルと欧州社会党のメンバーである。2012年、同党の党首が大統領に選ばれた。 イタリアの共産主義者アントニオ・グラム氏は1921年イタリアで共産党を結成し書記長に就任した1990年代までイタリア共産党は活発に活動し長い間第二政党だった1991年同党は左翼民主党と名前を変更したドイツも例外ではない マルクスとエンゲルスを生んだドイツは、マルクス主義を基盤とするフランクフルト学派の影響を受けた。その他、スペイン、ポルトガルなど他の国々でも共産党は活発であり、その影響力は顕著である。東欧のみならず、ヨーロッパ全体が共産党に支配された。非共産国家であるはずの北ヨーロッパ、南ヨーロッパ、西ヨーロッパは故意に、あるいは無意識に。 共産主義イデオロギーとその政策を推進しているヨーロッパが敵の手に落ちたというのは決して誇張ではない10なぜ悪魔の陰謀に騙されるのか社会学者のポール・ホランダーは「 彼の著書「ポリティカル・ピルグリムズ」の中で多くの若い知識人たちがソビエトや毛沢東の中国キューバを視察したことに言及している彼らはおぞましい虐殺など目にするはずもなく帰国すると熱心に社会主義を称賛したという共産主義のイデオロギーは邪悪である 歴史が私たちに明確に示したのは共産主義が及んだ地域はどこでも暴力、欺瞞戦争、飢餓、独裁政治が伴うということだ。そこで疑問が生じるなぜ多くの人が邪悪の虚言を広げ従順な下僕となって働くのか例えばアメリカ人は時代によってさまざまな理由から共産主義に憧れを抱いていた。 アメリカ共産党の設立当初のメンバーの多くは移民だった彼らの経済状態は悪く地域社会に溶け込むことも難しかった祖国主にロシアや東欧からの影響もあり彼らは積極的に共産党へ入党した 世界大恐慌のあと欧米では急激にマルクス主義の影響が広がりほぼすべての知識人が左傾化した多くの知識人がこぞってソビエトを視察し帰国すると講演会や本などで共産主義を推進したこれらの知識人の多くは影響力を持つ有名人であり学者小説家芸術家ジャーナリストだった 1960年代、ベビーブーム世代が大学に入学した。彼らは戦後の豊かな時代を謳歌し、一方で共産主義に誘導された思想、例えば対抗文化運動、反戦運動、フェミニズムなどの影響を受けた。彼らの次の世代は教科書から直接、左寄りの思想を学ぶことになった。なぜならば、彼らの教師たちが終身雇用の過激派だったからである。 したがって、制度に溶け込む左翼の調整は成功し、共産主義が次世代を再生する循環が出来上がったのである。共産主義を暴いた著書、虚偽の天才を執筆した、在職37年の元 FBI、エドガー・フーバーは、共産主義活動家を5つのグループに分類している。公式な党メンバー、地下活動家、同調者、 日和見主義者自分の利益のために党を支持する人愚か者実際極端に邪悪な生っ粋の共産主義活動家は少ない大多数は単に取り込まれただけに見えるアメリカの記者ジョン・サイラス・リードの著書「世界を揺るがした10日間と」とエドガー・スノーの中国の赤い星は「 世界に共産主義を広げる主要な役割を担ったジョン・リードはクレムリン城壁共同墓地に埋葬された3人のアメリカ人のうちの1人であるつまり彼自身が共産主義活動家であるということだ彼が記した10月革命は決して客観的な報道ではなく入念に書かれたプロパガンダだったエドガース・ノーは共産主義の同調者である1936年 彼は中国共産党メンバーに対し、事前にインタビューする内容を伝え、それは外交、敵の侵攻に対する防衛、不平等条約に対する見解、ナチスに対する見解など多岐にわたった。その後、毛沢東はスノーを自宅に招き、インタビューに親切に答えた。もちろん、その答えはすべて中国共産党のイメージアップを図るために用意されたものである。 若くてお人よしのスノーは、陰険な中国共産党の罠にまんまと引っかかり、入念に仕組まれた嘘を世界中に宣伝してしまった。元 KGB スパイのユリベズ・ミナフは、外国の友人を歓迎した時のエピソードを話している。彼らの旅程は、ソビエト対外情報庁が調整する。彼らが視察する教会、学校、病院、幼稚園、工場などはすべて、事前に用意されている。 スタッフはすべて共産主義者、あるいは信頼できる人物ばかりで、彼らは話す言葉に間違いがないように、何回もトレーニングを受ける。例えば、アメリカの雑誌、ルックの記者は1960年代にソビエトを訪れた後、ソビエト側が用意した資料と写真をそのまま印刷し、出版したのである。従って、ソビエトのプロパガンダがアメリカの雑誌に掲載され、アメリカ人を惑わせたのである。 ユリ・ベズ・ミナフは、ジャーナリストや俳優、スポーツ選手たちがソビエトに招かれ、騙されたのは仕方ないとしても、多くの欧米政治家たちの態度は許されないと指摘する。彼らは嘘を助長し、自分たちの利益や評判のために、ソビエト共産主義者らに同調したと非難する。ベズ・ミナフは、これらの欧米政治家らを堕落者と呼ぶ。 フレッド・シュワルツは著書「共産主義者になるために共産主義者をまだ信じられる」の中でなぜ一部の裕福な家庭の若者が共産主義に傾倒するのかを分析し4つの理由を挙げている1資本主義に対する幻滅2物質主義的な人生観3知識的な傲慢さ4満たされない宗教的欲求 知識的な傲慢さは主に18から20歳までの若者を指し、彼らは共産主義の格好の獲物である。彼らは歴史知識に浅く、権威や伝統に反抗し、自分の民族文化を否定しがちだからだ。満たされない宗教的な欲求とはつまり、誰もが持っている、内なる宗教的な渇望であり、自分自身を超えようとする力である。 しかし教育で詰め込まれる無神論や進化論などが彼らの欲求を阻み伝統的な宗教では満たされなくなっている人類の解放といった共産主義のスローガンが人間の潜在意識に働きかけ粗悪な宗教として彼らの欲求を満たすのだ知識人は過激なイデオロギーに騙されやすいこのような現象に注目した研究者がいる レーモン・アロンは知識人たちのアヘンの中で20世紀の知識人たちは伝統的な政治制度を厳しく批判する一方で共産国家の独裁政治や虐殺に目をつぶり寛容であると指摘する彼は左派知識人たちが彼らのイデオロギーを偽善的で気まぐれな狂信的で世俗的な宗教に作り上げたことを見透かしていたイギリスの歴史家ポール・ジョンソンはインテレクチュアルズ 地の巨人の実像に迫るの中で、ルソーやマルクスを含む、彼らに追随した十数人の知識人たちの人生と、その過激な思想を分析した。彼は、それらの知識人に共通するのは、傲慢さと自己中心性という致命的な弱点であることを指摘した。アメリカの研究者、トーマス・ソウェルは、著書、知識人と社会の中で、これら知識人たちの異常な傲慢さについて、広範な分析を行っている。 1960年代から共産主義はアメリカの教育制度への広範な浸透工作を行ってきたさらに不幸なのは多くの若者は左翼メディアや単純化された教育にさらされテレビゲームネットソーシャルメディアに夢中である これらの若者は中身が薄く、自意識過剰で、しっかりとした世界観がなく、責任感、歴史的な知識、困難に挑戦する気概に欠ける、共産主義、あるいは共産主義から派生した、イデオロギーに染まった両親を持ち、子どもたちは事実を見たり聞いたりしても、ゆがんだ考えでしか判断できない、つまり、共産主義の嘘が、彼らの周りにフィルターを作り、事実を見る目を阻んでいるのだ。 人間を騙すために悪魔は愚昧、無知、自己中心、欲望、世間知らずなどの人間の弱さを利用する。一方で理想主義や美しい人生といったロマンチックな幻想を掲げ人々を誘導する。これは最大の悲劇である。共産主義は邪悪なイデオロギーでありそれは人類のどの文化にも属していない。 それれれは人人間間ののの本質と相なないいもももででありままたた自然発生生的に人間からつまりそれは外から無理やり植え付けられた産物である無神論と物質主義の影響のもと現代の大学は神への信仰を捨てた科学の盲信やいわゆる人間の理性を掲げ人々は簡単に邪悪なイデオロギーの奴隷となったのである